今回私がこの動画で何をやるかと言いますと、込み切った。はい、というわけで今回やるのはダンダンダンドダーン、こいつだー、ゾンラーメン。ゾンラーメンとなってる方もいるかと思いますが、私もそうです。ゾンラーメンとは何ぞやと今も思っております。というのもですね、我々子供ドラゴン47都道府県ツアーの真っ只中でですね、札幌を訪れました。何か面白いのはないかなと思ってたら、これはなんだということで、このゾンラーメンを今回は作ってみたいと思います。でですね、その時に売ってたのがこの黒いガラシオ味、ヌー味噌味、濃厚豚骨味、これでね全種類だったと思うんですけど、今回どれを作ってみようかと言いますと、こいつだ、このガラシオ味、すごい色してる。というわけで、このゾンラーメンを作るにあたってですね、何が必要なのかなと見てみたら、ここにねほら、海苔とかね、目玉とか、違う味だけどここに指とかがあったんで、やっぱね見た目も大事なんで、食べ物は。というわけでね、はい、赤黒緑、そして卵、味付け海苔、シャウエッセンを用意しました。こちらの食材を使ってやってみたいと思います。テケデンテ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 ケデンテ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 ケデンテ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 ン、あとこれです。じゃあ筆、はい、でこちらが、バカハチ口、バカハチ口、なんだこれ、バカハチ口、じゃーんじゃーん。食べ物は入れ物もね大事だというわけで、こちらの器を用意しました。これから、ゾンラーメン作ってみたいと思いまーす。レッツラゴー。準備しました。はい、で皆さんどっかで見たことあるこのやつ、あとこの加熱するやつ、まずはねこちらの麺を茹でてみようかと思います。裏に美味しい召し上がり方が書いてあります。わかりました、了解です。お湯を沸かしている間にパリッとした美味しさ、シャウエッセンを指にしていきたいと思います。あ、そうだ、電子レンジチンする、そのままでも召し上がりできるので、そのままで食べます。すごいね、こう見るとやっぱり指に似てますね。まずは半分に切ります。テケデンテ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 ケデンテ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 ケデンテン、いてててて、て多分こう斜めに切って、ここに赤の血を塗ってちょっと剥がれた爪っぽくしてるので、ちょっとそれを再現してみたいと思います。いい感じ、感じだね。はいはい、というわけでじゃーん、指の完成です。はい、これに食紅の赤を使って血を表現していきたいと思います。あ、食紅って粉なんだね、知らなかった。溶かしてお使いください。なるほど、溶かすんだ、溶かさないとお湯持ってきます。これをじゃあ入れていきます。おお、すごい、なるほど、そういうことか。すごいこれ、おお、やば、ちょっと塗っていきたいと思います。おお、すごい、じゃーん。食紅ってどういう味か気になりませんか。あー、味、マジ、なんだろう、
なんだ、薬、粉薬の味がします。じゃあ、すごいリアル、リアルななんか指です。お前の指は食ってやるぞ。次はですね、こちらの卵を使って目玉をですね作ってみたいと思います。こちらの、はい、ゆで卵かわいいね。はい、こちらの卵肌のこちらの用意ご用意ください。はい、こちらをまずは割っていきます。ドーン、綺麗に皮を剥いていきます。皮じゃない、殻を剥いていきます。個人的には、ローソンさんのゆで卵が好きです。お待ちしてます。剥けました。ティニー、切っていきたいと思います。はい、ご用意するのは先ほどのこちらの、ベロ赤、ベロ赤、びっくりした、さっきの。はい、こちらを切っていきます。ガンガンガン、切りまーす。はい、かわいい。はい、こちらはですね、見本を見てみると多分丸い先端をね、先端を切ってるので、汚ねえな、なんか出てこない、黄身が出てこない、全然。お、いいんじゃないかな、これは。来たね、来ない、黄身こず、うわ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 、どうしようかな。おいしい、ドーン。はい、剥けました。というわけで、これを半分に切って断面に目ん玉をちょっと描いてみたいと思います。はい、黒を火は用意します。黒です。黒で目玉を描いていきます。目玉の完成です。目玉の完成です。はい、目玉と指の完成です。おお、すごい、麺が真っ青、すごい。さあ、こちらをですね鍋の中に入れていきます。スタート。2分お湯を湯がきます。まさかのトラブル発生。このクッキングヒーター、俺の鍋が対応してなかったので、こちらの鍋に変更になりました。すごく調子がよく煮立っております。おお、煮立ってきた。だいぶいい感じに、すげえ色だなこれ、すごい、だいぶ食欲をそそる色になってきてます。ゾンビアラーメンスープ、うわ青い、うわうわすごい、青、わでもすごい、すごい、この見た目によらずめっちゃいい香りがする。茹で上がったので丼に移したいと思います。あ、すっごい、あ、メガネが曇る。見た目悪っ。すんごい状態です。見てください、この色すごいね、これ。はい、ここにですねトッピングしたいと思います。いけ、指、熱いよ熱いよ、どうだ、熱いよ、うん、大丈夫だぞ、俺がついているぞ。お、お父さん、お母さんも来たよ。すごいね、これバレだね。ゾンビラーメンの完成です。めんめん作ゾンビラーメンでーす。指のクオリティがだいぶいいんじゃないでしょうか。で、見てください、この色気持ち悪いね。めん玉もなんかいい感じに出来上がってまーす。ピース、ほら指遜色ないね。はい、というわけでいただきまーす。すごいね、美味しそうだね。まずはこの目玉からいきたいと思います。うんうん、おいしい、うん、予想以上においしいです。麺もね、いきたいと思います。すごいね、この色やば。果たしてどんな味なんでしょうか。匂いはね、めっちゃ普通のラーメンです。おいしそう、いただきます。うんうん、言いすぎたけどおいしい。なんか味と色が全然イコールしなくて、すごい不思議な気分です。
スープも普通の豚骨醤油になるのかな、これは。普通に美味しいです。指も食べてみます。いただきます。うん、指も美味しい。ぜひ皆さんも北海道に行った際には札幌のお土産屋さんにゾンビラーメン売ってるので買って試してみてください。こういう食べ物を作るのとか初めてでしたけど上手にできたと思います。そんなわけでめんめんよく頑張ったなって思う人はこれを押してください。ご視聴ありがとうございました。あ、そのうち これとかも作ってみたいと思います。ご期待あれ。あ、なんかすごい普通に美味しいですね。Peace out, bye!